令和2年10月24日、阿蘇市山田の大観房茶店駐車場に DJ ポリスが登場し、観光客たちに安全運転を呼びかけました。阿蘇大官房にご来場の皆さん、おはようございます。これは、熊本県警の阿蘇警察署と、大分県警の武田警察署、そして阿蘇ダンプカー協会が、 崩楽機の交通事故防止のため共同で行ったもので、まず、両警察署の交通課長らが挨拶して始まりました。DJ ポリスは、阿蘇警察署の船本巡査部長が務め、機動隊の指揮者に乗って、車やバイクで大観望を訪れた観光客たちに、観光情報なども交えながら安全運転を呼びかけました。 この阿蘇が事故のない阿蘇になるよう、皆さんのご協力をお願いいたします今日はせっかく来ていただいたこの阿蘇も、雲がどんよりとしており、見ていただきたい涅槃像も若干見えにくくはなっていますが、雲がない日は、きれいな涅槃船本巡査部長は、DJ ポリスの講習を受け。 熊本市江津湖の花火大会でも DJ ポリスを行った経験があるということで、軽快な喋りで安全運転を呼びかけ、またこの日のキャンペーンでは、ドライバーにチラシやグッズなどが配られました。麻生警察署によりますと、今年の麻生警察署管内での人身事故は36件発生、負傷者は46人、秋の行楽期に入り、バイクのツーリングも多く、 10月10日には、ミルクロードで二輪車の死亡事故が発生しており、今後は、隣接警察署や交通団体と連携を取りながら、交通安全の啓発活動を推進していきたいということです。